ございます。来試合はトヨタマナミ対正規軍3分1歩勝、ここから始まります。で、こちら第1ブロックと呼ばれるブロックであるんですけども、はい、本日はこの第1ブロックが終わった段階で有料放送に切り替えさせていただきますので、今のうちに登録を、はい、はい、皆様次の日ご覧いただきたい方はぜひご登録の方をお願いいたします。カリビアンコスチュームあ、海賊チェック、海賊チェック、豪華ですね。どうなんですか、これから50試合やる中でまずここって重くないですか、これ。そうですね、初っ端もう場外に始まって死ぬかと思いました、初っ端から。はい、ニコプロの視聴者の皆さん大好きな堀さんも登場しております。統括はどっちを応援してるんだって書いてありました。これ？はい。これ？はい、これアレックス・リーでしょ。ここなんだ。この頃僕すごい緊張がこの辺から始まった、なんかうわ始まったっていうので、ね、あ、始まってから緊張するんですか、うん、痛いよ、引退興行ですよ、引退興行ですし、この後まだ何時間とあるわけですから、まあ、容赦なかったな。まあでも5人が5人ともやり残しがないようにしてきますからね、それは ね思いの丈を、それはありがたいですねありがたいですね、確かに、うん、みんながもう50人がいろんな思いでぶつかってきてくれたから、うん、それが本当に嬉しかったです。そうですね、もう痛さよりも何よりもそれが嬉しかった。ある種全員が引退試合の相手なのですからね。そうですね。現役最後のポリスさんへの引退。お、早速出ました。尾崎さん地味に一番嫌いな全レスラーに出される技で一番嫌いなのはトヨタマナミ無料に向けて、そうだったんですか。そうなんですよ、これ。なんだ気持ち悪くなっちゃう、気持ち悪くなっちゃう、もう本当にあれだけは嫌だ意外な弱点です、まあ、ああやって揺れる系がダメな人とかっていますよね。私ああいうの大好きなんであもう危ない危ない、フェンスがありますからね。そうですね、今回フェンスありますね。残り1分だって言ってんのに、残り1分、はい、危ない危ない危ない、ね、危ない危ない危ない、首痛いって言ってるのにもう髪の毛引きずり回されてそうっすね、首立てにあんなに椅子投げまくってこの日の体調はどうだったんですか、その朝の段階の体調って。いい方だ、良くなかったです、ぶっちゃけ良くなくて、29日の分際終わってからがすごく、はい、体が良くて、相変わらずポリス君を追ってるんですね、ニコプロさんはね。あ、ポリスビーキですか、ニコプロさんは。さっきからポリス中心に映ってますよね。あの誰の引退じゃないか分かんない。あ、残り10秒、10秒、はい、もう完全にこっちがリングだ。あれ、こっちだった、時間切れ、時間切れ、リングには尾崎さんだよ。でもこれ、この日の大会って後ろの方まで行けることがなかったから、だからあのやられたのは悔しいけど、はい、なんかボコボコにやられて、はい、でもなんか後ろの方まで行けたっていうのも嬉しかったですねそんなところで、それが嬉しかったなんかでもオープニングでこういう戦略を立てるところがなんか正規軍の人たちですね、うん、
最後の小ずるく、あー、そしてこれは西尾美香さんですね。前バッカさんとのお子さんも登場で、あ、トヨさんよく戻ってきて、まあでも、まあ、トヨタさん対正規軍っていう意味ではらしい試合ですよね、うん、3分間がすごく詰め込んだ試合ですね。何か主主基地女の子みたいに、そうですよね、女の子、ああ失礼ですよね。うんうん。大嫌いな二人ですからね。ああ、どうも。最後はみんなちゃんと握手。いいオープニングマッチだと思う。とても素敵な。ダメだ。ポリスのバカタレ、最後まで握手してくんなかったね。本当だ。はい、あなた悪い人ですね。ね。